everyone, I'm your presenter Yona Kei. You can call me Yona. Now, let's take a look at some interviews of creators who are based in Hokkaido. Please enjoy.普段やはりチャレンジできないことに挑戦できるというすごくこう作家魂がこう焚き付けられるというか、そういうような、展示会と思って、毎年楽しみに参加させていただいております。僕は、主に、糸の子ワーク、ひたすら糸の子で板を切り抜くという作業が非常に得意なもんですから、本当にヤスリがけしてないのっていうような、テクニックというか技を、見ていただければと思ってます。角が決まってるじゃん、全くもってヤスリがけがいらない。まず思うのは早くコロナが収束していただければというところなんですけれども、ここ1年どうしてもこう自分の発表の場がことごとく中止になるとか、人がお店に来て直接見てもらう機会が減ってきたもんですから、今までのやり方を少し見直しながら作家としても工夫していかなければいけないなと感じているところです。まあコロナ禍だからというわけではないんですけれども、まあ発表の場を増やす意味でネットショップの方を新たに作りましたので、そちらの方でこう今までとは違う売り方、見せ方というものを模索しながら、制作に励んでいきたいと思っております。